戸幕府三代将軍徳川家光。彼が課した参勤交代はあまりにも過酷で。お前領地ではバリおもろいやん。たまには江戸来いよ。とりあえず明日は参勤交代だから絶対来い。くさ。家光、陽キャやん。前日に通知するな。断ったら死ぬんだよな。領地でバリおもろい奴はもう大体取り潰されてるんだよな。と、実際にはここまで無茶ぶりではなく、ちゃんと時期は決まっている。毎年4月の参勤を命じていたので、各藩は準備するタイミングがあった。ただ、大名行列が江戸へ向かう街道整備や、道中の旅費など各藩の負担はかなり大きかったようだ。参勤交代って今やったらほぼパワハラよな。この時代なんて何もかもがパワハラやぞ。参勤交代とかいう、うまく反乱を起こさせないための制度。あれを考えて実行させられる権力ってすげえよな。距離で不公平すぎやろ。関東圏は近いから楽だな。近いと言っても当時は時間かかったやろな。その代わり関東平野では大半の存在は許されなかった。おかげで立派な城が少ない。立派な城すらないのに戊辰戦争でそれすらも燃やされた栃木さんかわいそう。川越とか江戸にめっちゃ近い大名も参勤交代してたんか？参勤交代って江戸から遠国なほど厳しい制度だよな。それだけ徳川幕府の目が行き届かない藩の財政を削れる良い制度や。これのおかげで景気も向上したんやろな。ところで参勤交代は全国の大名の義務なので、島津氏が治める薩摩藩も遠方の千田が当然対象である。島津とかどうやって参勤交代しながら倒幕資金貯めてたんや。貿易やな。密貿易。琉球とか言われ。黒砂糖やな。あと人さらってアジアへ流してた。奄美で現地人こき使ってサトウキビ栽培。密貿易と300年ローン、テロ成功したら踏み倒し。借金やばいんを。よ、元気してる？はい、うわぁなんか来たよ。終わりの国で水害がやばいんだよね。はぁ？お前が治水してくんね。もちろん金もお前持ちな。金はあるだろ。うわーん。島津って大半なん。他の大半が細切れにされた中、従来の勢力を保持した有能。図書広里、ここで証文を火に一つまみ。はい、独体。ブリカス、行列通り過ぎるの松の嘆いから来る前に馬で横切ったろ。はい、チェスト。島津家って頭おかしいよな。八甲にみんなにやろ反乱しろや。戦国終了で薩摩に押し込められたのに人数そのままやったからそらそうなるわ。この制度確立させる前に反乱起こせばよかったやん。削られてからじゃ何もできんやんけ。ここもと不如意、江戸に行く金がねえで江戸散布を3年間拒み続けた関ヶ原直後の島津義弘。島津だけはガチってはっきりわかんだね。撮影戦争で幕府にお前賠償金払っとけよってぶん投げたからお愛子様やろ。英国と組まなかったらロシアにやられて石化しとるわ。明治維新は賛否あるけど最悪ルート回避には成功したというのが妥当。石化？当時はロシア帝国で資本主義やったけど。徳川忠長、江戸の家光はガマルジ、真の将軍はY。新生のガマルジさんチース。それではガチのマジの真剣勝負をご覧ください。忠長は忘れがたみが江戸で悪人成敗してるからセーフ。こことここは仲悪いから参勤交代の時期被らないようにしとこ。なんやかんやで最低限の空気は読んでた模様。へえ、ちなみにどこの家よ。南部と津軽。津軽はそれでなくても遅刻して怒られてたよな、サンクス。参勤交代どころか隣同士や市領民同士もヤバそう。国境線で揉めたり、南部藩士による津軽藩主暗殺未遂とかあそこはプロレスじゃなくてガチや。津軽が全面的に悪いよ津軽が。南部と津軽未だに仲悪いの頭おかしいやろ。何世代経ってると思ってるんや。水戸と彦根は友好都市になったというのにな。南部と津軽。伊達と浅野。浅野匠の神発狂した一員が吉良上野介が伊達ひいきしたせいや。家光さんに文句言うと東北のドキュン老人が出張ってくるらしい。真田の信行を70になっても80になっても90になっても隠居させずに参勤交代させてたのくさ。何の恨みがあるんや。江戸にいる時の前田利常。あへあいわいわがまるじなんや。家光。こいつ100万石持ってるけどそのままでいいか。鼻毛で家を守った男。前田利常。歌舞伎者として名高い前田利家の四男であり、彼は鼻毛を伸ばす歌舞伎っぷりで自身の藩を守った。鼻毛を伸ばして馬鹿のふりをし、幕府から目をつけられないようにする考えがあった。ところで参勤交代は、すべての藩が同じように強いられていたわけではないようで。松前藩とか幕府と仲良しやったんちゃうの。それでも参勤交代させられとったんか？津島と松前は特別に軽減されてたはず。
松前藩は一時期蝦夷地が幕府直轄になって、転封させられたり割と理不尽な目に遭ってる気がする。松前藩は参勤交代免除なはず。長崎警備を受け負ってた福岡藩とかも半分の期間で済んだとかあったはず。いかにあったらどうなるんや。お家がなくなるで。お家取り潰し。小学生は生え楽しそうでいいな。参勤交代の目的は、参勤の出費を貸して各藩の財政を弱体化し謀反を予防する策。そのように学校で習ったかもしれない。しかし最近はある新説が。最近力そぐ目的はなかった説が浮上してきたな。参勤交代が犯罪性悪化を狙ってたっていう通説。この前 NHK の番組で否定されてたぞ。定期的にみんなに会いたいからやもんな。力のある大名を人から遠ざけるのは秀吉もやった手段だでな。この前今更バテレン追放令がヤフーニュースか何かで取り上げられて秀吉は実は外からの侵略を防いだ有能だったみたいなコメントに溢れてて草生えたわ。どんだけ高貴のイメージで無能猿扱いされてんだって話だわ。勉強しなさすぎにも程があるやろ日本人。つか刀狩りと剣気って中学レベルでも習うやろって話やな。参勤交代じゃない時期も大名の母とか妻を人質に江戸に置いておくんじゃなかったっけ？倒幕の時に殺されたりしなかったん？封建制度の完成形。ペリーコン買ったら今も浮世絵描いてるんかな。つかペリーも別に日本に用があったわけじゃないやろ。本命は中国や。黒船来ても決断できなくて意見募集し始めちゃうあたり、自覚ないだけであの時点でもかなり追い詰められてたと思う。いいなおすけ、もう条約結んじゃったの？しゃあないな。なお。適度に飢饉と大地震と三大改悪があったから国民も無気力だったんやろな。内憂外患って末期江戸幕府にぴったりの言葉よな。白人が侵略戦争してなければまだ江戸時代だったんやろうか。大英帝国の植民地や。幕府本体や奇襲兵は強かったのにな。普代がゴミ化しすぎた。御三教とかいう超高級ニート。薩摩より幕府討伐軍を蹴散らした長州の方がガチでは。ところで、大名行列が通る街道の整備はいわば公共事業。そして各藩の義務であった。そのため、参勤交代をきっかけにした公共事業で地域活性化しそうだが。参勤交代と大名行列って地域経済活性化しそうでいいよな。逆や。金はつけで払われるかもわからんし、周辺の農村は無償奉仕で人出さなあかん。無償ボランティアなんてやる百姓はおらんで。街道筋の村は負担しかないで。江戸幕府崩壊直後に参勤交代で来てた地方の武士がふるさとに帰った結果江戸の人口が60万人くらいになってるから。少なくとも江戸の繁栄には参勤交代は必要だったね。まあ大名は領土での年貢は全取りで幕府に税金払う必要ないしの。参勤交代して使わないと金持ちになりすぎる。大名家も他にすることがなくて行列を豪華にすることで勝手に散財する好循環。仙台藩の参勤交代が収入源だった下野の喜連川藩、5000億。大名は頑張って江戸に向かうわけだが、徳川将軍家はというと。でも歴代将軍も長いこと上洛してないあたり幕府も言うほど金はねえんだよな。将軍の移動って何かと金かかるからね。日光に行くときなんか将軍のためだけに橋を新設してたそうだし。東海道ともなると大事よ。参勤交代ってほんとすごい。最初は大名が勝手に始めたんやぞ。参勤交代は徳川がやれって言ったわけじゃない。もともとは、関ヶ原の戦いの勝者である家康の関心を買うために、大名らが自発的にやっていたようだ。通海道幕府の制度ってマジで天才的よな。主要地域はしょぼい国高の不代で固めて遠隔地に大半が蓄財しないように参勤交代で強制的に金使わせる、幕府が何もしなくても江戸への街道沿いは栄える、中央政治に関われるのは世襲の不代旗本。国高がしょぼいので反乱されない。285年で崩壊したけどな。というか、285年も機能したとか長すぎるけど、外圧と幼年君主が続いたらまああかんわな。江戸って貸東九州側にして外様を関東側にしてれば外様は資金なんで革命はできなかったよな。家康のミスや。いかがだっただろうか。参勤交代はやっぱり大変、と思った人はコメント欄で教えてね。今後も2チャンネルの面白い歴史の話題を紹介していくので、この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録して待っててね。最後までご視聴ありがとうございました。